レオポルド・ラモン・ペドロ・カルボッソ・テイロ、イブス・テイロは、スペイン・マドリード出身の政治家。1970年代の民主化後最も、短命だった首相である。1926年4月14日、マドリード生まれ。レオポルドは、マドリード土木学校で土木工学を学び、科学工業の労働者として働いた後、1967年から1968年には、 レンフェの社長を務めた。1965年から1973年には、マドリード市長を務めた。フランシスコ・フランコ市去後の1975年から1976年には、カルロス・アリアス・ナバーロ政権の通産大臣。1976年から1977年には、アドルフォ・スアレス政権の公共労働大臣。 1980年から1981年には、スワレス政権の第二副首相を務めた。1981年2月に、民主中道連合の分裂の結果、スワレスが首相を辞任すると、カルボソテーロがユーシドの当初に就任し、ユーシドは、カルボソテーロをスワレスの後継首相に指名した。その後国王の承認を得たが、 1981年2月23日の首相信任投票時には、スペイン陸軍や治安警備隊の過激派集団が国会議事堂に突入し、会員議員350人を人質とするクーデター未遂事件、いわゆる 23F が起こっている。2日後の2月25日に改めて行われた信任投票で、会員はカルボソテイロを信任し、首相となった。 1982年12月の総選挙で、フェリペ・ゴンサレスが首相に就任するまで1年10ヶ月間首相を務め、スペインの西欧接近策を進めた。有志度党内には、北、大西洋条約機構加盟に対する慎重論があり、また、スペイン社会労働党やスペイン共産党は、ナトー加盟について、可否を問う、国民投票の実施を要求したが、 カルボソテイロはそれらを押し切って1982年に NATO 加盟を決断した。カルボソテイロの首相在任時にほぼ全ての自治州政府が成立し、カルボソテイロは前任のスワレスが残した問題を処理して成果を上げたが、1981年後半から有志度は分解し始め、カルボソテイロは1982年8月に議会を解散して総選挙に臨んだ。 1982年の総選挙では、社会労働党に敗れて野党に転じ、民主中道連合は解散した。カルボソテイロは8人の子を設けた。2008年5月3日、マドリード州、ポスエロでアラルコンの自宅で死去した。死因は、心停止。父親のレオポルド・カルボソテイロは、著作家。カルボソテイロ家は、政治家の家系であり、おじのホセ・カルボソテイロは、 王党派のスペイン革新党党首であり、ミゲルプリモデリベラ政権で財務大臣を務めたが、1936年7月に左翼系の青年将校によって暗殺された。この暗殺事件は、スペイン内戦につながる軍部の武装放棄のきっかけとなった。ありがとうございます。